こんにちは。AKB48 の大和田奈々です。いっぱい来てくれてる。ありがとうございます。何すればいいんだろう、これ。はい。大和田奈々のプレミアム放送、ナーニャの75位入賞を全国のファンの皆さんと盛大にお祝いチャンネル始まりました。イェーイ。はい。みんな、お試し視聴を始めたよっていっぱい来て、あ、パチパチ。ありがとう。あ、今日ミュージアム、あ、すごい。パチ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 。あ、カルさんありがとうございます。すごい、どうやってやるんだろう、これ初めて。超かわいい。ありがとうございます。すごい、みんななんか使いこなせてますね。あ、キュン。ありがとうございます。ギャンブラー、かっこ初さん。あ、フィーバー。フィーバーって何？お、500アメ P 当たったよ。ゴルートフさん。ありがとうございます。じゃあ何しますか？じゃあ最初はマジカルボックスの説明をしたいと思います。はい。マジカルボックスは、今回はこのアメーバクッション、そして、じゃーん、私のチェキ。はい、これをプレゼントしたいと思います。はい、そして今日は先日行われた総選挙について皆さんとたくさん語り合いたいと思います。皆さん、見ててくださいね。イェーイ。使いこなせてない。チェキ欲しいですか？イェーイ。なんかコメント書こうかな。じゃん。じゃん。見えるかな？ 75 位ありがとう。イェーイ。いや、本当に初めてランクインしたので、2回目の総選挙だったので、本当に嬉しかったし、すごいファンの方との絆が深まったなって思った今年総選挙でした。はい。今年の自分の順位を受けての、あ！じゃん！マジカルボックスが届きました！シャイニングフィンガーさんありがとうございます。じゃあ、オープン！ポチッ！じゃん！これってどういう、あれなんですか？わかる人？シャイニングフィンガーさん。チェキがもらえるのよ。まあ、いっか。後々。わかるとして、お話を続けちゃいたいと思います。はい。そうですね。じゃあ台本がちょっとあるんですけど、それのお題を一つ言いますね。1個目、自分の順位を受けての心境ということで、私は今回の総選挙75位だったんですけど、
心境は、なんだろうな、初めてのランクインだし、しかもその初めてランクインできたのが2年目ということで、すごい嬉しいんですけど、これからもっと次世代メンバーとして、ヤングメンバーとして、もっと上に行きたいし、また来年もあの場所で名前が呼ばれたら嬉しいので、これからもっと頑張りたいと思います。はい。それからですね、私の同期の向井地美音ちゃんもランクインしたんですよ。もうそれがとっても嬉しかったんです。はい。私の小さな目論見があるんですけど、それが将来的に AKB がもっとどんどん若い子が上に来て、で、私たちが AKB の中心メンバーになれるぐらいになりたいっていう世代になった時に、私含めて15期12人が16人選抜の中を埋めれるぐらい大きいその存在になりたいなって15期の12人でこの間ね、話してたんですけど、皆さん15期好きですか？嬉しい、大好き、いちごさんずです。嬉しい、ありがとうございます。やったー、嬉しいです。あ、パチパチ。嬉しい。いちごさんずって知ってますか？いちごさんずとはですね、15期のことが好きなファンの皆さんのことを言うんですけど、いちごちゃんず推しのファンの人のことを私たちがいちごさんずって呼んでるんですよ。だから、もうここにいる皆さんはいちごさんずですね。イエーイ！パチ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 。ちごちゃんと最高。はい、じゃあ2個目のお題に行きたいと思います。2個目のお題は、じゃじゃん。総選挙の裏話暴露。イェーイ。ということで、総選挙の裏話はですね、なんだろうな。総選挙の前の日に、リハーサルがあって、ちょうど福岡のホテルで15期12人で集まって語ってたんですよ、いろいろ AKB について。その時に、私たちが今やってるトークアプリの755っていうアプリがあるんですけど、そこで、その15期のグループのトークがあって、そこのウォッチ数をすごい、これからどんどん上げていきたいし、みんなでもっと15期を盛り上げられるように頑張ろうって話してたので、ちょっとこれが総選挙の裏話ですかね。総選挙頑張ろうってみんなで話してたので。3つ目のお題。これからの目標を上げようということで、これからの目標はですね、私すごい毎日最近考えるのが、AKB、パルルさんが総選挙のスピーチで言ってたんですけど、これから若いメンバーがどんどん上に行って、引っ張っていくようになるじゃないですか。なので、私は、まだ75位っていう順位だし、15期だし、15歳なんですけど、いろんなお仕事に挑戦して、これから16歳になるので、仕事の幅も増えると思うので、皆さんと一緒にもっと盛り上げていきたいなって思います。
なのでこれからの AKB を引っ張っていきたいし、支えていける存在になりたいなっていうのがこれからの具体的な目標です。じゃあちょっと皆さんに質問していいですか？じゃあ皆さんに質問です。これから私にやってみ、ん？なんだろうな、私の足りないとこは何だと思いますか？教えてください。度胸。あ、トーク力、そうですね。今も自分で話してて結構、決断力、人見知り直すっていうのはね、そうなんですよね。なんか割と慣れちゃえばすごい話す人なんですけど、それまでが結構人見知りな感じが出ちゃうんですよね。じゃあ私に直してもらいたいところは、なんだ？人見知りと、なんだっけ。度胸か。粘り強さ。そうだね。MC 力だね、やっぱり。トーク力。話すの好きなんですけど、面白いこと言えないんですよね。どうしようかな。ジュリさんとか、川栄さんみたいに面白いことがたくさん言えるようになりたいです。ああ、ボキャブラリーを増やせば大丈夫。面白いよ、だって。嬉しい。あ！ちょっと。大和田さん。はい、大和田です。75位。はい、あ、ええー、ええー急にそんな。うわ、急に来ます。急に来た。じゃーん。いいよ。嬉しい。わあ、75位。サッカーチャンスですね、これは。イエーイ、嬉しい。これ、写真撮りたい。いいですか？写真撮りたい。よいしょ。カバーをね、外して。イエーイ。自撮りタイム、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。これ、どうすればいいですか？じゃあ、僕いいよ。イエーイ。ちょっと見えてなかったな。映っていればよかった。まずそしてですね。はい。アメーバスタジオのプレゼント。はい。何ですか？終わりません。何ですか？これ視聴者様には見せることができないんですけども。はい。何ですか？中身見ちゃってください。ああ！めっちゃ嬉しいんですけど、私年パス持ってるんです。売っちゃってください。年パスに入れて年パスと一緒に行きますね。大学院のチケットでございます。ちょっと待ってください。年パス聞いてない。いや、情報上ですからね。もうめっちゃ嬉しいです。年パスのところ行ってきます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。嬉しすぎてどうしよう。
とりあえず、皆さん、75位、ありがとうございます。すごい、パチ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 。ありがとうございます、皆さん。はぁ、幸せ者だ。あ、ドラ猫さんからマジカルボックスが届きました。ありがとうございます。それでは、早速開けたいと思います。オープン!じゃん!ありがとうございます。めっちゃ幸せなんですけど、どうしよう。嬉しい。ちょっと自撮りしていいですか？自撮りタイムしていいですか？やったイエーイ。幸せ。嬉しい。なんかこんなに楽しくていいお仕事ってあるんですね。私めっちゃ写真撮っちゃうんですよね、癖で。どこ行ってもめっちゃ写真パシャ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 撮っちゃって、カメラロールがもうすごいことになってます。じゃあちょっとお話続けますね。あ、スタンプありがとう、こうちゃんさん。ね、いちごだけ食べていいですか？いちごだけちょっと食べたい。じゃん。いちごいただきます。おいしい。甘い。おいしいです。すごい幸せ。私いちご好きなんです。なんか、じゃあ、何がいいかな？お題を話しますか？じゃあ、私の AKB メンバーで女子会をするなら、誰を連れて行きたいでしょうか？というお題で話したいと思います。イエーイ！私はですね、女子会なのでやっぱり女子を呼びたいと思うので、すごい、女子力高いメンバーに、集まってもらいたいと思うので、私は、まず、さやや。何用ですか？ゆっくり。さややは、ドラフト生のチーム B の子なんですけど、すごい、まったりしてる喋り方で、とっても、すごい可愛いので、女子力高そうなので、女子会呼びたいなって思います。はい、そして二人目。じゃじゃん。わかにゃんさん。はい、わかにゃんさんはですね、すごいもう元から女子力の塊なんですけど、
もう爪もいつも綺麗だし、髪も綺麗だし、いつでもメイクしてるし、肌もめっちゃ綺麗で、もう本当に女性として完璧なんですよ。なので、バカニャンさん呼びたいです。はい、ラスト3人目。誰がいいかな？誰がいいと思いますか？めっちゃりょうかさん、あ、山田いいね。あやなんさん。でも、山田女子力高くなさそうなんだよな。ミーヨンはちょっと服がダサいからダメだ。りょうかさんいっぱい来てる。あ、さこさん。みずき。あ、なんだろうな。まこさんはね、持ち物が全部ピンクなんです。だからめっちゃ可愛い。そうですね。こみちゃん。あ、あかりんさん。あかりんさん呼びたい。あかりんさん、私最近仲良くなったんですけど、リハ中に位置がすごい近いことが多くて、元から可愛くて話しかけたいなって思ってたんですよ。なので、そうなんです。ミルルンさんと私もともと仲良かったので、あかりんさん呼んでくれて、そうなんです。リハ中に仲良くなったので、もう、NMB の吉田あかりさんです。だから、あかりんさん呼んでちょっと、美脚の秘訣と綺麗さを学びたいと思います。え？みるるんさんに似てますか？似てないです。あんな可愛くない。あんな顔になりたいです。そうですね。私も女子力ないので、今一番女子力上げようと思ってやってることは、トリートメントに最近よく、美容院にも行くし、お風呂、髪を乾かす前にトリートメントやったりしてるんですよ。なので髪最近ツヤツヤなんです。やっぱ黒髪が一番いいですね。黒髪好きですか？私が髪染めたらどう思いますか？皆さん。黒髪好きですよね、やっぱみんな。私も黒髪のが好きです。ああ、みんな染めちゃダメとか黒髪がいいよって言ってますね。でも似合う人は染めるのいいですよね。私的には、色が白い人がやっぱなんか茶髪が似合うと思うので、ハルルさんとか、ナナさんとかはもう絶対似合いますよね。だから私はちょっとこの見ての通り真っ白じゃないので黒髪で生きていきたいと思います。そうですね。何かな、何かありますか？あ、じゃあちょっと今日の私服を紹介したいと思います。メールで言ったんですけど、今日テーマがキッズモデルなんですよ、私の中で。ちょっと見せますね。じゃーん。どうですか？ありがとう。そうなんです。だからちょっと赤くして、なんかチェックでミニスカートで、キッズモデルっぽくないですか？あと髪型もちょっとちっちゃい子みたいに上で一つリンゴヘア
若い。イエイ。靴はね、ちょっと今見せらんないんですけど、せいちゃんと去年買った夏の靴なんですけど、お揃いなんです。私が赤で、せいちゃんが黄色にしたんですけど、ちょっと、足が上げらんないから、見せられない。あ、こうちゃんさん、マジカルボックスありがとうございます。あ、なんですか？あ、もうこのナウですか？はい、じゃあこのマジカルボックスのプレゼントのチキを今取っちゃいたいと思います。でもいっぱい来てるのどうしますか。あ、ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、はい、チェキ取りました。まだ真っ白だけど。はい、じゃあこれにこうちゃんさんへのメッセージを書きたいと思います。あ、出てきた。キッズモデルが出てきたよ。お、お、じゃあ書きますね。すごいいい感じですよ。じゃん。いい感じじゃないですか。これをプレゼントしたいと思います。イエーイ。はい。あ、危ない。ケーキが崩れてきた。ちょっと一瞬待っててください。ただいま。何しますか？皆さん何かお題ください。リップ塗っちゃった。はい、来ました。高校生になって何か変わった？というお題ということで。そうですね。やっと私も JK になったので。なんだろうな。やっぱり今年高校生になって16歳なので、あと3ヶ月で16歳になるので、仕事できる時間が変わるんですよ。今15歳で9時までなので、そうなんです。16歳になって10時まで働けるので、お仕事の幅が増えるので、歌番組とかにも出させてもらえるようになるかなって思って、
楽しみです、16歳。そうなんです。新チーム A はどんな雰囲気？というお題で。はい、新チーム A はですね、最近新チームのでの曲をやったり披露することが多くて、よくリハーサルとかでもみんなと一緒にいるんですけど、やっぱり私は高見田さんがいることがすごい嬉しくて、あの卒業発表しちゃったじゃないですか。なので絶対一緒のチームにじゃもうなれないなって思ってたので、すごい一緒のチームになれたのも嬉しいし、やっぱり一緒にいて学ぶことも多いので、新チームへ先輩がたくさんいるので、いいところを盗んでどんどん成長したいと思います。はい、次何かありますか？ジュース飲んで、ジュース飲んでってきた。お水しかないけど、じゃあ飲みます。飲んでるとこ見たいのかな？見たいですか？アメーバ。いただきます。イェーイ！美味しいお水。あ！ルピンさんからマジカルボックスが届きました。ありがとうございます。はい！皆さん、お題ありますか？なんか。あ、カフカとデンデン夢中 MV 撮影どうでした？ということで、じゃあこのお題でいきますね。カフカとデンデン夢中っていう曲は、私たち新ユニットを結成させていただいたデンデン夢中の初オリジナル曲だったんですけど、デンデン夢中はですね、やっぱり平均年齢15歳っていうのがすごい若いなって思って、まだそのくじでその15歳のメンバー、16歳以下のメンバーがすごい多くて、撮影も大変だったんですけど、あの一番撮影でびっくりしたのが、最後みんなで雨を降らせて、でんでん節なので雨を降らせてびっしょびしょになって歌ったんですけど、多分ミュージックビデオ見てくれた方にはわかると思うんですけど、結構な量降ってたんですよ。それが一番大変なことでした。でもみんな若いしテンションも高いので、いつも一緒にいてすごい楽しいです。だからこれからもっと、なんだろうな、テントウムチさんがやってたように冠番組が持てたりドラマできたりできるように、これから7人でどんどん成長していって、ファンの皆さんと、なんだろうな、もっとデンデンムチを盛り上げていきたいです。そう、デンデンムチのミュージックビデオね、私が普通に人間なんですよ、最初。で、雨の日にレインコートを着て、回りながら歌を歌ってると、その別の国に飛ばされちゃうよっていう噂があって、で、メグとサヤヤと最初手つないで歌ってるんですよ。それで、デンデンムチの村の世界に私が飛ばされちゃうっていう話なんですけど、歌詞の中にもあるように、フランツ・カフカっていう方の変身っていう小説が、その自分が虫になっちゃうっていう小説があるんですよ。もうだからすごい、なんだろうな、歌詞にも合ってるし、その小説ともリンクしてるし、私すごい好きな曲なんですよ。オリジナル曲があれで良かったなってすごい思います。みんな聞きましたか？お！聞いてくれてる。嬉しい。ありがとうございます。毎日聞いてくれてますか？ヘビロテ。ありがとう。50回ぐらい聞いた。ありがとうございます。すごい嬉しい。なんだろうな、次のお題何かありますか？皆さん。何かあったら何でも答えるので。趣味。趣味は最近他のアーティストさんの曲を聴くことです。お！りょうたさん、マジカルボックスありがとうございます。
お題ありますか、何か。やってみたい公演。やってみたい公演はですね、私一回出たことある公演なんですけど、チーム A さんのただいま恋愛中公演がすごい好きで、次チーム A で公演できるとしたらそれがいいなって自分の中で思ってるんですけど、何になるかすごい楽しみです。はい。どのアーティストさんが好きですか？はい。最近私がすごいよく聞くのは、スーパーフライさんなんですけど、すごい声も大好きで、歌い方もすごい好きなのでよく聞いてます。大好きです、すごい。好きな食べ物は、いちごです。さっきケーキの中のいちごだけ食べちゃいました。美味しかった。質問ありますか？いちご以外に好きなものは？いちご以外に好きなもの、なんだろう。私は、牛タンが好きです。だから今度、13、14に仙台の全国握手会に参加させていただくんですけど、その時にミーヨンと食べ、なんか仙台って有名じゃないですか、牛タン。だから食べれないかなって話してたんですよね。そう、仙台行くんですよ。あ、いちごちゃんズでやりたいことは？白うさぎさん、ありがとうございます。いちごちゃんズでやりたいことはですね、今目標にしているのは、まず、アンダレさんのステージ、AKB カフェで、いちごちゃんズ公演っていうものをしたいんですよ。多分、あそこキャパが300人ですか？そんな範囲では50人とかですか？この、そう、だからアンダレでまず15期ライブを、そのいちごちゃんズ公演っていうのをしたくて、そこでもしできて成功できたなら、次は100人ぐらい、そんないちごさんズがいるかな。そう、15期でどんどんいちごちゃんズ公演をやりたいねって話してて、どん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 大きくできてったらいいなっていう話をしてて、目標的には最終的に今は、ゼップ東京目標にしてて、15期でやりたいねって話してるんですけど、はい。ゼップ生まれよ。ありがとうございます。やりたい。もう、目標は大きく、そうですね。ツアーもやってほしい。すごい。あ、夏祭りのいちごちゃんズ公演行きました。ありがとうございます。また今年も夏祭りやりますかね。そしたらまたいちごちゃんズ公演やりたいです。そうですね。15期はほんと12人、ほんとに、なんか、人数多いのに、誰とも仲悪いとかもないので、いい具合にみんなが、固まってるし仲いいので、みんなの意見もすごい最近合ってくるし、みんなの向上心もだんだん同じぐらいのレベルまで行ってきてるので、まずはそのトークアプリの755で、ウォッチ数をみんなで上げてって、その15期の勢いをつけられたらなって思ってて、そうですね。みんなで一つのことを成し遂げたいです。結構私熱いんですよ。知ってましたか？私、何にも考えてなさそうとか、適当そうってよく言われるんですけど、割と考えてるんですよ。15期をね、仕切ったりするのもね、多いんですよ、結構。15歳だけど。
っかりはしてないんだよね、でも。あ、りょうたさん、50アメ P、おめでとう。そう、ナーニャが仕切るんです。なんか、15機会をしようとか、15機で話し合いしようとか言い出すのが割と私が多くて、そこに一番最初に乗っかってきてくれるのが、ミーヨンとか、マナミとか、コミとか、キーちゃんとか、セイちゃんとか、割とみんな乗っかってきてくれます。でも私の考えはまだまだ子供なので、やっぱミーヨンとか、コミとか、ミズキとかいると、まとまりますね、もっと。私、将来キャプテンあるかなっていうコメントがあったんですけど、私は人をまとめるっていうのがあんまり得意じゃない気がするので、誰だろうな、まなみとかはよくまとめてくれたりとか、まとめようっていう感じをしてくれるので、ついていきやすいんですけど、考え的にはミーヨンが一番やっぱり大人なので、冷静だし、なんかすごい落ち着いてるなっていう大人の雰囲気を持ってるので、私はミーヨンをちょっと支えたいなって最近すごい思います。そうですよね。年齢がありますよね、まだ。だってミーヨン今年で18歳だもん。すごい。2歳も違うんですね、私。私入って、セーラーゾンビを、ドラマをやってた時が、多分13歳ぐらいで、49の舞台をやってた時が14歳だったんですよ。それをこの間知った時が、すごいなんか、自分ってこんな若かったんだって思いました。なんか自分の中で13歳とか小学生のイメージがあって、そう、大人っぽいってよく言われるんです。まだ15歳。はい。ということで、他に質問ある方いますか？性格？あ！最近見たい映画。最近見たい映画はですね、私昨日ミーヨンと、今、公開したばっかりの予告編っていう映画を見に行ったんですよ。で、なんか CM とか予告を見てて、怖いお話なのかなって思って、なんかちょっとあらすじを読まずに、何の前置きもせずに行ったんですよ、見に行ったんですよ。したらなんか、予想外のいい話で、すごいびっくりしました。感動ものでした。皆さんちょっと見に行ってもらいたいぐらいすごいおすすめの映画です。そう、感動ものなんですよ。あ、見に行く？行ってください、ぜひ。超おすすめ。え、漫画ありますよね？漫画。そう、私去年すごい映画行ってたんですよ。映画大好き。あ、書きますか？まだ。あ、まだ書かないですか？ちょっといっぱい入ったんで、いただいたんですけど、これじゃ。はい。あ、マジカルボックスが来た。ギャンブラーさん。抱きしめてます。あは、じゃーん。じゃーん。もう抱きしめたらちょっと僕ですよ。マジカルボックスを、頼んでいただいた皆さんに、こちらを送りたいと思います。ヒデさん、マジカルボックスありがとうございます。マジカルボックスで。じゃーん、たくさん。はい、切ってあげます。はい。はい、イェーイ。これってなんていう名前ですか？アメーバ。
くん、アメーバくん。アメーバくんらしいですよ。このキャラの名前は。必要な意味を締めましょうか。それプレゼントなんで。はい。では、はい。イエーイ、今チェキ取ってます。あ、待って、やってみます。4つ持てますかね。よいしょ、入ってます。はい、チーズ。はい、いい感じです。 OK です。よし、ありがとうございます。イエーイ。これはどうすればいいですか。あ、横置いといて。あ、オッケー、 OK、 これもとこ。はい、あっち。あ、すごい。じゃあチェキ付きで抱きしめたマジかね。あ、迷惑クッション。うん、これをプレゼントしたいと思います。これとこれ。これとこれですか？はい。はい。何しますか、これから。あ、じゃあここからちょっとコーナーを作りたいと思います。題して、番外編、私的〇〇総選挙、イエーイ。はい、総選挙は先日終わったんですけど、今日は番外編として、何総選挙がいいかな。私的推しメン総選挙、イエーイ。普通に私が推しメンを選ぶっていうコーナーにしちゃいたいと思うんですけど、はい、勝手に私の中で大好きなメンバーをちょっとランキング付けしちゃいたいと思います。はい、そうですね、私的推しメン総選挙。じゃあ何位から発表の方がいいかな。5位ぐらいからいきますか。じゃあ第5位、レレ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 レ誰がいいかな。高橋あやねちゃん、イエーイ。はい、最近チームエイトにすごい私の中でハマっているんですよ。チームエイトがすごい大好きで、エイトの埼玉県の子なんですけど、高橋あやねちゃんっていう子なんですけど、最近本当に大好きで、とにかく可愛い。そう、でも可愛いんですけど、私より2個上なのかな？ 2 個かな？ 1 個上なんですよ。そのところがもうギャップ。あんなに可愛らしくて幼いのに、自分より年上っていうのがすごいびっくり、衝撃で。可愛かったです。大好きです。会ったらいつも抱きしめちゃう。はい、私的推しメン総選挙、第4位、じゃららららららら、バン。チームエイトの倉野なるみちゃん、イエーイ。チームエイトたくさんになっちゃう、大好きすぎて。はい、倉野なるみちゃんはですね、私自分の中でくるみちゃんって呼んでるんですよ。倉野なるみでくるみちゃんなんですけど、そう、すごい可愛いんです。いつも可愛いねって言うと、可愛くないですって細い声で言ってくるんですよ。本当に可愛い。皆さんちょっと、もう、絶対好きになっちゃうので、ちょっとチェックしてみてください。はい、私的推しメン総選挙、第3位、じゃらららららバン。どうしよう。チーム
イエイ、大島涼香さん、イエーイ。はい、私、先輩をなんかあんまりなんか可愛いって思わないじゃないですか。普通先輩って尊敬じゃないですか。でもなんか涼香さんってそのきっとファンの皆さんもわかるんですけど、無邪気じゃないところ、ん？違う、無邪気なところがすごい可愛いじゃないですか。一個上なんですけど、すごい話も合うし、よく最近一緒にいるので大好きです。はい、ということで私的推しメン総選挙第2位、じゃらららら、バン、チーム8、山田七海、イエーイ。はい、山田来たって言ってるみんな。そう、山田2位です。山田はですね、チームメイトがその AKB なるっていう風に47人決まった時から、私は山田がずっと好きで、そうなんです。でも最近ちょっとなんか、焼けて真っ黒になってたので、びっくりしちゃいました。焼けたって言って。ごめんなさい、すいませんってずっと言ってるんです。ほんと可愛い。大好きです。はい、ちょっと、皆さん山田も要チェックですよ。もう私本当にチームエイトの中で一押しなので、もうこの私のチームエイトの3人の中ではダントツトップの山田推しです。はい、ということで私的推しメン総選挙第1位、じゃらら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 、ららバン、チーム4の小宮山遥香ちゃんでーす。イエーイ。はい、そうなんですよ、コミです。私あの同期なんですけど、本当に愛おしいんです。あのもともと15期生として入った時はそんなに仲良くなくて、むしろ話さない方だったんですよ。でも最近本当に仲良くなって、一緒にお出かけとかたくさんするし、なんだろうな、一緒にいて話がよく最近合うのですごい楽しいし、なんと言ってももうあのアイドルオーラが大好きなんです。もう大好き、かわいい。はぁ、あ、かわいいです。頑張り屋さんです。皆さん、15期好きになってください。ということで、1位、コミ、2位、山田、3位、りょうかさん、4位、くるみちゃん、5位、あやねちゃん、ということで、私的、推しメン総選挙、おしまいでーす。イエーイ。はい、どうしますか？まるまる総選挙続けますか、それとも他のお題で何かやりますか、どっちがいいですか、何がいいかな、どっちがいいですか、皆さん教えて。おー、好きな曲総選挙、じゃあまるまる総選挙続けますか。ということで、〇〇総選挙第2弾、お題は、どうしようかな、本当にどうしよう。どうしようかな。なんかこれ私の話してるのと多分放送が時差があって、たまに沈黙ができちゃう、コメントを読んでるので。あ、好きな衣装総選挙めっちゃいいですね。歌いたい曲もいいな。どうしよう。そう、時差あるんですよ。歌いたい曲総選挙にしようかな。じゃあ、第2弾、
番外編、私的歌いたい曲総選挙、イエーイ。はい、じゃあこれは第3位からいきましょうか。はい、私的歌いたい曲総選挙第3位は、でれれ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 、じゃん、ファーストラブ、イエーイ。あの、私もともとかっこいい系の曲を歌いたかったんですけど、ダンス苦手なことに気づいたし、割と可愛い曲を任せられることが多いので、自分からファーストラブを歌いたいなって最近思うようになりました。はい、はい、それでは私的歌いたい曲総選挙第2位、ジャラララララバン、なんだろう、なんだろうな、何がいいかな、第2位、可愛い系の曲がいいんですよね。なんだろう、キャンディーかな。キャンディー歌ったことあるけど、キャンディーは去年のリクエストアワーでコミとミーヨンと3人で歌わせていただいたんですけど、そう、でもそれ以来、多分それ以来1回とかしか歌ったことなくて、またあの3人でいつか歌いたいです。はい、私的総選挙歌いたい曲ランキング第1位は、じゃらら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 、じゃらら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 、バン、ディアジェイ、イエーイ。はい、まさかのここに来てかっこいい曲ということでびっくり、びっくりですよね。意外っていう声が多い。そうなんです、私もともと AKB 好きになったきっかけが、板野さんがもともと好きだったんですよ。で、あの、私マジスカワンの時に AKB を知って、渋谷さんがめっちゃくちゃかっこよくて、それで、この人めっちゃ可愛いって思って調べたら AKB だったんですよ。なので本当に始まりが板野さんで、AKB 好きになったので、そう、桜のしおりとかが一番最初に聴いた曲なんですけど、だから、そう、だから、Dear J を歌ってみたいです。私だから、板野さんの握手会一回だけ行ったことあるんですよ。そうなんです。本当にファンで、あと、まゆさん、ねずみさんもめっちゃ好きで、だから4の時共演できて、めっちゃくちゃ嬉しかったんですよ。だから写真、ソロで撮らせてもらって、今もお気に入りに保存してるんですけど、もうそれぐらいファンで、渡り廊下さんの、握手会とかも行ったことあるんですよ。なんか、ファンの人の、あれみたいになっちゃった。放送みたいになっちゃった。そうなんですよ。だから今、同じグループで、同じ番、私が初めて知った、ドラマに出れてるってことがすごい自分の中でも驚きで、すごい、そうですね、だから Dear J を歌ってみたいですね。ハルルさんがチーム A の全国ツアーで Dear J 歌ってたじゃないですか。それがもうなんか神々しすぎて、もうなんかすごいキラキラ、あんな風に
踊れるように歌えるようになりたいなってすごい思いました。板野さんとは話したことないんですよ。私ちょうど入って初めてのコンサートが真夏の五大ドームツアーだったんですよ。その時に板野さんが卒業してしまったので一回も話したことなくて挨拶しかなかったです。はい、だからすごい今もすごい遠い存在の方です。そうなんですよ。そう、前田さんともなんかその五大ドームツアーの北海道に来てた時とか、そう、篠田さんもそうなんですけど、あと脇本さんとか、すごいいろんな私の知ってた時代の AKB